国一党旭実大受賞は日本の勲章の一つ。2002年2月、中山と防衛庁長,長官から国一党、旭実大受賞を伝達されるデニス・シーブレアメリカ太平洋軍海軍大将。1875年4月10日、勲章制定の件に基づいて制定された。2003年11月3日に関数字による勲章表示が廃止され、 同日以後に授与される者は、朝日大受賞と改められた。大受を右肩から左脇に垂れ、副賞を左胸に廃用する。受賞者は合計で1220名。助訓対象者は、男性とされていた。明治時代、大正時代昭和時代昭和時代平成、独国外務大臣男爵、本ノイラート外33名助訓の剣アジア。 歴史資料センター FA101 億1322万8200日本ニュース第146号 NHK 戦争証言アーカイブス日本ニュース第174号 NHK 戦争証言アーカイブス日本ニュース第174号 NHK 戦争証言アーカイブス,ス,ア,イブスアメリカ合衆国上院議員ロバート・フランシス・ケネディオ 区民党に女子朝日大受賞を贈与するについて、国立公文書館2021年5月13日閲覧。ありがとうございます。